ウクライナ理事会、来週開催、ロシアとの年末年始の攻防で NATO 北大西洋条約機構 NATO 報道官は4日 NATO ・ウクライナ理事会を10日に開催すると X ・旧ツイッターを通じて発表したロシアによる最近のミサイル攻撃を受けてウクライナが開催を求めたもので各国大使級が現地情勢について協議する同理事会は 昨年の NATO 首脳会議で設置された報道官は AFP 通信に対し NATO が防空システムをウクライナに多数提供していると説明した上で同国の防衛をさらに強化すると述べた中国経済の質の高い発展収支の曖昧なスローガン混乱招く恐れ中国は 質の高い発展の追求で前進していると習近平国家主席が再び述べた。新年のメッセージで改めて発せられたこの曖昧なスローガンが、2024年の成長を後押しする上で、何を意味するのかについて、投資家は頭を悩ませている。習氏は23年、今年の目標の概略を示した、昨年12月31日の演説を含め、少なくとも128回にわたって、このフレーズを口にした。 シ氏の公の場での発言に関するブルームバーグの分析によると、これは22年のほぼ2倍で、年間ベースで過去最多だった。ギャブカルドラゴノミクスの中国調査担当副ディレクター、クリストファー・ベダー氏は、一見したところ、そのコンセプトはかなり明確だ。従来よりも持続可能な成長であれば、政策担当者は国内総生産、GDP の伸び鈍化を容認するだろう。ただ、それを突き止めようとすればするほど、 ま,すます分ななこのすわからなスローガンが初めて登場したのは17年の全国人民代表大会全人代だった習氏はこのフレーズを用い急速に膨らむ債務に支えられた高速の成長モデルから脱し健全なペースで景気拡大を続けるという政府の意図を示唆した習氏が言う「共同富裕」や「無秩序な資本拡大」といった他の言葉と同様 質の高いいいい発展につてても定義は示されていないただ、政策当局に長期的課題に対処する余地を与えるものだと、一部当局者は説明している。例えば、グリーンエネルギーなどのセクターの推進が、石炭依存脱却につながるかもしれないということだ。世界2位の経済大国、中国の成長鈍化で、今後の経済軌道に関する疑念が高まる中、習氏が最近、このフレーズを頻繁に使うようになったことで。 すでに不安を感じている投資家の混乱を招く可能性がある。結局は政治的、中国の不動産不況や弱い内需、低迷する貿易、地方債務リスクといったあらゆるものが昨年、経済活動の重しとなった。そのため、中国経済の規模が米国を追い抜くとはもはや考えていないエコノミストもいるほどだ。以前は多くの識者の間で米中経済の逆転が確実視されていた。周氏は今年 このスローガンをさらに活用する可能性があり、その意味が一層重要になっている。ただ、その定義は極めて広範と見られ、経済政策面で何を意味するのか判断は難しい。ナティクシスのアジア太平洋地域担当チーフエコノミスト、アリシア・ガルシア・エレロ氏は、質の高い発展には持続可能性や革新性といったポジティブな考え方が含まれると分析。家計所得のより公平な分配や、 経済における資源のより良い配分にも触れた。多くのエコノミストが政府は従来よりも低く持続可能な GDP 成長率を容認する用意があるという意味だと解釈している。しかしもしそうだとすれば中国経済の優先事項に関する当局者の話と食い違う点もある。イノベーション技術革新は成長を促進するより効率的な資源配分もそうだとガルシア・エレロ氏は説明した上で。 質の高い発展とは定義上どちらかといえばより高い成長率を示唆しているのかもしれないとの見方も示した中国の年間成長目標に注目が集まる中このフレーズの曖昧さが政府は成長率目標をどの程度まで引き下げる用意があるかをめぐる憶測を読んでいるベダー氏は結局は政治的スローガンであり柔軟性を持たせるために意図的に曖昧にしているのだろう最後は政策担当者が望むような意味を持つことになる と語った、再びウクライナの餌食になる高山大、ロシアがアウジーイユカに新たな戦車部隊。ロシア軍はこの10週間、ウクライナ東部ドネツク州アウジーイユカのウクライナ軍守備隊に対する攻撃を続けてきたが、おおむね失敗してきた。その過程で少なくとも143両に上る戦車の損害を出し、廃墟化した同士の南北で、1.5キロメートルかそこらしか前進できていない。一方 ウクライナ側のの戦車の損害は14両にとどまっている。ロシアがウクライナで拡大して23ヶ月目になる戦争でロシア軍は3度目の冬の攻勢をかけているその中でもとりわけ激しい戦闘が繰り広げられているアウジーユカ攻防戦はロシア軍の装甲部隊にとって罠のようなものになっているウクライナ側にとってはロシア軍を消耗させる機会になっているということでもある新しい戦車の生産や長期保管していた古い戦車の再利用 2022年に出した走行車両の大きなな損害を補う必要性なども踏まえると、ロシア軍が前線の戦車数を現在の3000両ほどの水準で維持するには月当たりの損耗数を50両かそこらに抑える必要があるだがロシア軍はアウジーイかカ周辺だけでも戦車を月に60両失っているその数はロシア軍の第239戦車連隊が戦闘に投入され 先行する戦車部隊が粉砕されたのと同じ地雷原、あるいは火砲とドローン、無人機によるキルゾーン、撃破地帯に接触するにつれて、もっと増えるかもしれない。アウジー床方面に展開しているロシアの野戦軍、第2諸兵科連合軍と第41諸兵科連合軍は、2023年10月に大きな損害を被った後、装甲車両を後方にとどめ、歩兵を徒歩で送り込むようになった。たその歩兵たちも殲滅された。 地雷や火砲、ドローンによる攻撃を生き延びた兵士の前には、ウクライナ軍の第47機械化旅団と、その米国製 M2 ブラッドレー歩兵戦闘車が待ち構えていた。援護のない歩兵たちは、M2 の 25mm 機関砲によって、大釜で狩られるように相当された。ロシア軍の第2、第41諸兵科連合軍は現在、さらに多くの戦車をアウジー床方面に投入することを計画している模様だ。 ウクライナのシンクタンクである防衛戦略センター CDS は第90戦車師団の第239戦車連隊がアウジーイユカの南西に集結しつつあると3日に報告している新たに投入される見通しの第239戦車連隊は兵力不足かアウジーイユカ方面に投入されるロシア軍の戦車連隊としては第80戦車連隊第10戦車連隊に続いて 第連隊が3個目となる表向きには第239戦車連隊には数個大隊が置かれ100両以上の戦車が配備され人員数千人が所属するとされる2022年時点では第239戦車連隊は T72 戦車の連隊だったしかし失敗に終わった同年2月から3月にかけての電撃的なキーウ侵攻作戦で打撃を受け 同年後半のウクライナ軍による東部ハルキウでの犯行を阻止しようとした際にも損害を被った後、少なくとも一部の補充には、より新しい T90 戦車が用いられている、第239戦車連隊の現状兵力は大体に近いかもしれない、米シンクタンクの戦争研究所 ISW は2023年11月初め、第239連隊を兵力不足と指摘していた。 新しい戦車も少ない弱小連隊が、アウジーイカ方面で大きな変化をもたらすとは考えにくい。ウクライナの分析グループであるフロンテリジェンスインサイトは3日、ウクライナ側の防衛は維持されており、アウジーイカの状況は引き続き比較的安定していると評価している。第239戦車連隊の戦車と3人の乗員はむしろ、アウジーイカの飢えた口に食われる、新たな連隊になる可能性が高い。ロシア側にとっては、 またしても大きな失敗になるということだ。ロシア軍はその結果、本当に大きな前進を遂げるのに必要な戦闘力を奪われるだろう。ウクライナ側にとっては現状維持ということになる。極めて困難な状況にありながら、ウクライナ軍は持ちこたえている。少しずつだが前進していた作家と違って、現在は前進できていないが、後退もしていない。ウクライナ軍は兵力を温存しつつ、ロシア軍が攻撃を仕掛けてくるたびに、 ひどい損害を与えているのだ